悪いものかと Go 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 ホワイトボディーマッハゴー負けに魂親譲り走り出したがもう後には引けぬ行くぞ勝利のゴールまでマッハゴーゴーマッハゴーゴーマッハゴーゴーゴみんな見てくれ底力運転してるからワイドが漏れる飛ばせ正義の歩めにマッハゴーゴーマッハゴーゴーマッハゴーゴーゴシャリンの左側に仕掛けられた爆弾が摩擦で加熱されるとマッハ号ものともこっぱみじんだ。よし、いや道伏せろ。モナミグランプリレースのスタート直前、何者かが王妃を暗殺しようとした。だがそれは秘密情報部員の働きで未然に防ぐことができたが、敵は再びこのアビリアの大統領を狙い始めた。そして僕も秘密情報部員と間違えられて命を狙われている。次々と各国の要人を狙う敵は一体何者か、そして本当の秘密情報部員は誰なのだろうか。とにかく急がなければ、マイクに仕掛けられた時限爆弾が爆発する。大統領の命が危ない。
この大統領暗殺計画は大掛かりな組織によるものとみて、国際警察では直ちに全管下に非常警戒体制を敷きました。なおダグラス大統領はプロレーサーミフネ号の働きにより危うく命を救われましたが重傷を負い、負傷した主君のミフネ号とともに国立病院に入院。着きましたな。大統領閣下はただいま面会謝絶です。このお方は副大統領ナルディ閣下だ。そして私は秘書です。大統領閣下のお見舞いに来たのです。はあ、しかし何分大統領閣下は重体ですので。何、重体？はあ、そうか、わかった。では私はもう一人の方を見舞ってきましょう。副大統領の代理で見舞いに上がりました。それはどうも。お怪我の具合はいかがですか？ええ、ほんのかすり傷です。もう何ともないんです。ああ、それはよかった。そう、副大統領は政府を代表してあなたにお礼を言いたいと。お礼だなんて、僕はただ…明日、官邸へお越しください。では、これで失礼。なんだかね、その悪い人だね。クリボー、あの方は副大統領のお使いの方よ。そんなこと言っちゃダメよ。まあ、覆面デーさ。ああ、元気そうだね。はい、これはお見舞い。それからこれはクリオ君にだ。わあ、ありがとう。ゴー、もう起きて大丈夫なのかい？今日の覆面デーさんはいつもと感じが違う。好敵心の鋭さがない。優しくて、なんだか健一兄さんに巡り合ったみたいだ。今日で退院ですのよ。それはよかったね。明日は副大統領に招かれたので、官邸へ行ってきます。何？副大統領に招かれた？そうだ、今のは確かに副大統領の秘書だった。じゃ、くれぐれも大事にな。また態度が変わっちゃった。これはひょっとすると…何？秘密情報部員というのは。パリ本部どうぞ。こちら9号。課長、9号から連絡です。9号か。ご苦労。何かつかめたか。課長、敵はやはり官邸内部にうまく潜入しているようですよ。いや、しかし今までの調査では。大事な人間を忘れていたんですよ。何？というと？副大統領です。副大統領？まさか。課長、副大統領は大統領が死んだ場合、得をする人間の一人ですよ。アビリア国副大統領ナルディ、立派な人物だという評判だが。お招きにより参りました。ようこそ。さあ、どうぞこちらへ。副大統領お待ちかねです。副大統領は地下室におられるのですか？いや、あの事件があってから用心のためですよ。ここでしばらくお待ちください。チェッカー団の名にかけて、今度こそ失敗するな。鍵がかかっている。すると、誰かしら。まあ、ゆうべは。あ、ちょっとゴーに話があるんだ。ゴーはいませんわ。え、どこへ行ったんだい？副大統領のところへ行きましたわ。しまった、遅かった。僕
待たせしました。どうぞこちらへ。面白い。どこへでも行こう。とうとう正体を現したら。間に合うといいな。それじゃどうも。あら、ミグネ号だ。大統領を救った英雄ね。素敵だわ。レーサーの三船号がここへ来ましたか。先ほどお帰りになりました。帰った。おかしいぞ。何かあるな。として、最近めきめきと頭角を現し、レース界における今後の活躍を期待されていた人であります。その三船君をかような、あの優秀なレーサーの三船号が運転を誤って海に落ちるなんて信じられないな。何かあったんじゃないか。全くおかしいな。しかし彼が事故で死んだのは事実なんだから。痛恨事であります。おい君。あ、覆面レーサー、ちょっとこっちへ来たまえ。こんなところへ来て、もし人に顔でも見られたらまずいじゃないか。覆面レーサー、ありがとうございました。あなたが助けてくれなかったら、この葬式が本当になるところでした。あなたはもしかすると秘密情報部員。秘密情報部員、そんなものは知らん。ただこの国の大統領が狙われていることを知って首を突っ込んだまでだ。ダグラス大統領は私の尊敬する人物の一人なんでね。僕もです。そうか、よし。では大統領と、そして君を狙った敵をやっつけるため、二人で作戦を練ろうじゃないか。え、ほら、あそこに敵がいるぞ。本日ここに核の多数の参加者を得る。ダグラス大統領はリベンダイことになりましたね。何、良くなったのか。少し良くなったので、リベンダで療養するそうです。そうか、よし。
A 班準備完了。よし、計画は着々と進行している。お前がアビリアの大統領に任命されるのも時間の問題だ。どうだ、望みが叶って嬉しいか。はい、みんなあなたのおかげです。そうとも、我がチェッカー団の援助がなかったらお前は今頃まだ百姓をやっているんだ。それを忘れるな。はい。こちら9号、パリ本部どうぞ。はい、こちらパリ本部。敵はリベンダへ向かいつつあり、計画通り行ってます。総領はただいまお庭を散歩中です。まもなくお戻りになりますのでしばらくお待ちください。副大統領、待っている間に例の問題を処理しておきましょう。例の問題というと？社会保障の問題です。あれに対するお考えは？あれは、私がちょっと官邸に連絡してまいります。あの件はですね、社会保障の件に関しては原案を国務省に差し戻して練り直す。そう言え。原案を国務省に差し戻して練り直すべきです。そうですか。私も同じ意見です。全く俺がついていなきゃ何もできないんだから、どうしようもない。 B 班、用意いいか。 B 班スタンバイ。よし、抜かるな。なるほど。大統領がおられなくても副大統領が的確な採決をしてくださるので我々は全く助かりますよ。いや、何？お、大統領が戻られましたぞ。どうしたんだ、ダグラス大統領はどこにおられるんだ。ご安心ください。ダグラス大統領はとある場所に元気でおられます。すべては敵を欺くための計略だったのです。いや、それはよかった。ナルディさん、あなた方の正体がバレましたよ。君は誰だ。俺は正義の味方。
チェッカー一味の大統領暗殺計画は全て水の泡ってわけだ。しまった。あっ、道危ない。ナルディ、乗れ。来たらよーし。今に見てろ。王妃、ダグラス大統領の暗殺を図ったチェッカー団一味の企みもこれで解決した。しかし根強い組織を持った暗殺団は後を絶たないだろう。それを潰さんとする秘密情報部の働きに少しでも僕は協力しよう。今日空はどこまでも青く、ここ国立レース場では建国10周年を祝してダグラス大統領を迎え、アビリアグランプリレースが今まさに開かれようとしております。やっとチェッカー一味は捕らえられ、事件は片付いた。今からはまたライバル同士だ。容赦はせんぞ。負けるもんか。ダグラス大統領のスタートの合図だ。負けんぞ。よし、行くぞマッハゴ。